リンゴの柔らかステーキ、今晩はこれを作ってきます。柔らかくて甘い不思議な料理となっていて、まあそんなにくどくないんで食べやすいです。リンゴを用意して、まずはこれをすりおろしていきます。すりおろす際はこの銀色のやつを使っていくんですけど、こいつをなんていうのかがちょっとわかりません。とりあえずリンゴを真っ二つにして、どんどん切っていって皮を剥いていきましょう。これもストンと落ちます。はい、皮剥きも完了。そしたら次はリンゴのね、鮮度を保つためっていうか、色を変えないようにするためにちょっと濃いめの塩水を作って、リンゴをぼちゃぼちゃ入れていきます。1、2、3、4個、これを軽く揉んでいく。ジャバジャバとジャバジャバと揉んでいったら、こうやってリンゴを吸っていきます。サクサクと吸えるんで、あっという間にリンゴペーストの完成。風邪をひいた時とかはこれが染みるんですよね。そして柔らかステーキ、そう、何を隠そう、リンゴにつけなくてももう元から柔らかいステーキをさらに柔らかくしていきます。大きめのタッパーを用意したら、料理よくお肉の方を入れていきましょう。一枚肉だと思って買ったお肉がね、まさかもうカットされているとは思いませんでした。さあ、テンポよくどん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 入れてって、こうリンゴのペーストを上からかけるんですけど、多いな。お肉の量がだいぶ多いのでタッパーに入れるのも大変。さあ、これで全部かな。そしたらこのリンゴペーストは上からこうドボドボかけてって、綺麗にスプーンとかで鳴らしていきます。いや、最近なんかシャンピリアンステーキでしたっけ、玉ねぎ、刻んだ玉ねぎで柔らかくするステーキが流行ってるけど、それに対抗して俺はリンゴのステーキです。さあ、油を軽く引いて加熱。そしたらそこにお肉をどんどん入れていきます。弱火にしてお肉を入れていってください。さあ、どんどん入れていきましょう。こうやってどんどん入れていきます。なかなかいい感じなのかな。お肉の量が多くて入れるのが大変。一気にパサッと入れたいけど、まあ頑張っていこう。さあ、ここまでくればもう少し、どん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 お肉を投入していきます。このリンゴも、すりおろしたリンゴがね、結構好きなんですよね。そんなことを言ってるうちにフライパンがいい感じに温まってきました。さあ、裏返してみましょう。よっと、よっと、お、いい感じになってる。こんな風にしてどんどんお肉をひっくり返していきます。弱火のままでいいんですけど、お肉を焦がさないようにして全体的に火を入れていきます。甘くていい香りがしてる。動画だとこの甘くていい香りがちょっとね、見てる人に伝わらないっていうのが悲しいんですけど、まあどんどんやっていきましょう。おお、二人蒸らすとなおいい感じになります。余ったこのリンゴのね、ソースにトマトケチャップを加えて、あとはとんかつとかにかけるソースを加えます。軽く混ぜながらこれをひと煮立ちさせると、即席の濃厚ソースが完成。さあ、これをお肉の上にかけるとね、甘じょっぱさが広がるいいソースになるんですよね。ひと煮立ちさせるんですけど、なんか火を入れすぎると焦げちゃうんで気をつけてください。なかなかいい出来ですね。このぐらいになったら OK。 こうやって端に寄せといたお肉にダバ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 かけていきます。あー、甘い匂いとニンニクの匂いがもう最高。湯気が上がって今すぐにでも食べたいです。フレッシュのリンゴを添えて完成。なんとも食欲を誘う香りですね。いいね。さあ、あとは食べるだけ。いただきます。よかったら高評価やチャンネル登録お願いいたします。